第5章母と子。さあどうですかタブヤン、白夜王国には慣れましたか？はいはい、あの他の人たちはもうすぐ来てくれます。ねえタブヤン、急でびっくりすると思いますが、あなたに一つお願いがあるのです。もしよかったらこの玉座に座ってみませんか？どういうことですか？いいですか？この玉座には古の神、神祖竜の加護が宿っているのです。座る者は真の姿、真の心を取り戻すと伝えられています。ですからタブヤンが座れば、もしかしたら、まさか、あなたは俺がアンヤ王国の魔法か何かで操られているかもしれないと、そう疑ってるのですか？そうではないのです。ただもしもあなたがアンヤによって記憶を封じられていたなら、私のことを思い出してくれるかも、そう思って。ごめんなさい。失礼します。雪村、学者風のなんか軍師っぽいやつだね。ありがとう。タブヤン、彼は雪村、軍師として白夜王国の政務を助けてくれています。戦国被災の身ではありますが、どうかお見知りおきくださいませ。みんな来たな。民のみんなにあなたが戻ってきたことを知らせたいと思って都にお触れを出しているのです。雪村、知らせはもう回りましたか？はい。さあ火の片組桜、あなたたち兄弟でタブヤンを炎の広場に連れて行ってあげてください。城下町を案内してあげてちょうだいね。承知しました母様。いいですか？あなたも一緒にお願いできますか、アクア。ええ。よろしくアクア。あの、この国の人たちはみんないい人ばかりです。どうか兄様をご紹介させてください。 ありがとうさくら。すぐに受け入れることはできないでしょう。ただこうして帰ってきてくださったことは天のおぼし召しに違いありません。だといいんだがな。なぜ？嫌な予感がするんだ。何か恐ろしいことが起こる、そんな予感が。なんか純和風な感じだよね。白夜王国、白鷺城下町、立派な町だね。そこのお兄さん、お芋食べたいな。焼き芋大好きですよ。おいしいな、おいしい。ありがとう。彼女と仲良く分けな。ありがとうおばさん。ほらアクアも食べろ。アクやさくらの言ってた通りだ。いい人たちばかりだな。それにみんな楽しそうでいいな、こういうところ。よかった。アクア、それとタブヤン、兄さんと今は呼んでおくよ。母上もそれを望んでいるようだからね。調子に乗るなよ。調子に乗るなよ。気安く呼ぶな。匠は信用してないみたいだね。あんたは父上を殺したアンヤ王国の王女なんだ。信用できるはずがない。アクアは数奇な運命だよね。俺もか。その年までアンヤ王国の王子だったんだ。今さら
矛盾しているぞ、タクナ。何？いいか。その理屈なら俺と同じだけこの白夜王国で暮らしてきたアクアはもうすっかりお前たちの仲間のはずだろう。兄様、これを口に合えば。さくら、お前はいいやつだな。なあ、俺はお前と同い年くらいの女の子を知ってるぞ。いや、そういうのでは。炎の広場、一体何があるんだ。あいつ怪しいぞ、危ない、暗殺だ。逃げろ。なんだ、嘘だろ、街の真ん中でアンヤのものか。危ない。あれは古の竜。勝利条件、敵全滅。女王はどうなったんだ。気をつけて。一部の敵が持つ剣は危険よ。あれは竜殺しの剣、ドラゴンキラー。あなたを殺すための武器よ。なるほど、主人公は竜に変身できるんですね。竜の放つ水の飛沫。オッケー。戦闘力159。そして鈴風、アクア、さくら、リンカといますね。龍馬はどこ行ったんだ。敵全滅。なるほ どこいつがドラゴンキラー持ってるのか。オッケー、チェックしておこう。そしてここにもドラゴンキラーのやつがいる。あ、しかもダブルしてるのか。オッケー、こいつらの範囲に入らない。あ、龍馬はここにいるね。あ、この敵のボスっていうかね、女王を攻撃したやつと龍馬もう飛び込んでますね。オッケー、みんなでじゃあどうしよう。左から行った方がいいかな。まずはこいつらやっつけるか。アクアは踊り子。歌姫だから再行動できるのかな。多分ね。リンカと鈴風、なるほど。さくらはまあ後方支援だよね。オッケー。どうしよう、左から行こうか。私は、あ、やっぱりね、アクア仲間を勇気づけることができる。オッケー、歌う、歌う。あ、
そうか、ファイヤーエムブレム聖戦の系譜をやってましたのでね、あの踊るはね超強力、周りの4人を、再行動させてましたけど、そういうわけにはいかないみたいだね。OK、 じゃあ1人だけだね。了解。これはでもどうしようかな、どうしようか、待機にしようか。こんな感じでどうだ。おお、龍馬が戦い始めたぞ。どっちが強い。結構互角だね。敵が寄ってきたよ。まあ大丈夫か。兄様、敵の魔法には気をつける。魔法は武器と違って守備が高くとても防ぎません。 OK、 敵の魔法これか、サンダーか。どうしよう。ドラゴンキラー、なるほど。手裏剣でまず弱らせようか、こいつは。はい、はい、OK。 能力を弱らせた上で臨火で攻撃。どうこれ、ダメか。強いなこいつ、ドラゴンキラー。水の飛沫は射程1か。結構むずいね。ちょっとじゃあ歌姫もう一度歌うか。歌う。鈴風もう一度攻撃。どうだ。悪魔で戦ってる。OK、 これでヒットポイント3。これでこれで攻撃どうだ、当たるでしょ。行きましょう。よし倒した。まず1回勝ちだ。ドラゴンキラー撃破。もう1体のドラゴンキラーは後方にいるから、あら、まずいね、これ、さくら。さくら、捕まっちゃうよね。ダブルしようか。防刃で。そして、タブヤンがこいつを。おー、めっちゃ強いやん。一撃で撃破。神の竜、強いね。OK、これで大丈夫だ。龍馬は頑張ってくれ。龍馬応援に行かないといけないのかな。鈴風防刃してるから。うう、嘘、危ない。めっちゃ強いやんこいつ。ビビったな今。やっぱり侮れないねこのゲーム。鈴風死んじゃうじゃん、危ないじゃん。なんか煙がかかってきましたね。どういうこと。これダブルの攻撃って嫌だね。どうしよっかな。タブヤンが行くか。あ、タブヤンめっちゃ強い。クリア。あ、全然経験値もらえないけど全然いいでしょう。
どうしようかな。これでこういく。あ、結構強いわこいつ。ここでね、人交換、人交換で、で交代で杖で春祭り、少し離れた味方を回復。へえ、涼風回復。そして攻撃、手裏剣で弱らせる基本ですね。涼風のパラメータを下げることができます。戦闘力148、そしてアクアがタブヤンを歌ってもう一度再行動。タブヤンのその戦闘力半端ないね。ズバ抜けてるよね。これで倒せなかったらね終わりだ。 OK、 いいんじゃないの、いいんじゃないの。ヒットポイントの薬、あ、龍馬ダメージ受けた、やばい。あ、これ龍馬死んだんじゃないの、大丈夫。おうおうおう、これ死ぬ確率かなり高いね龍馬が。さあドラゴンキラーを注意しながら行こうか。ドラゴンキラーの範囲に入らないようにして、タブヤンの後ろに、あ、しまった、タブヤンアイテム使えばよかったのか。どんまい、気にするな。どうしよう、こうしようか。物交換、スカウト最大ヒットポイント5、ショーの間だけなんだ。これ使いましょう、ヒットポイントの薬。このショーだけヒットポイントがあるんだね。 OK、 どうしようかな。杖これ下ろした方がいいんだけどな。どうしよう、まあでもしょうがないね、杖しようか。春祭り、あ、ここでこう歌えばいいんだ。歌う。OK。そして、おろすだね。おろす。これでいいんじゃない？あ、龍馬、待ち伏せ。あー、外した。あー、やられた。何してんの、龍馬。下がってください。お、突っ込んできた。龍馬死んだことにはならんでしょ。おー、みんな突っ込んできたな。覚悟はできています。サンダー、あ、やばい、嘘、覚えてろよ。何してんのリンカ。撤退か。おいおいおい、おっと援軍が出てきましたよ。サンダーとサンダーね、はいはい。苦しいねこれ戦い。マジかー、めっちゃいっぱいいるやん。これむずっ、何このゲーム。ハードモードだからか。やばいねこれ、全滅するぞ。春祭りで回復させるか。春祭り、歌う。あくまでこの二人はね後方支援だから。春祭り、こうやってどうしよう、こうかな、横かな。あ、サンダーだが関節攻撃もであれか。くわー、厳しいな。後ろに攻撃いっちゃうんだよね。こうしかないかな。
こう。あー、ダメージ受けた。おお。やばいな、これタブヤン一人だけでも生き残れるかどうかっていう瀬戸際だね。ドラゴンキラー受けちゃうもんな。そんなこと言ってられん。さあどうなる、死ぬか。あ、そっちに行った鈴風。はい、うぅ、あー鈴風に2発か。死んだなこれ。いやー鈴風マスター、マジか。あとはタブヤン1人でも、これ戦闘力下げたのがね、せめてものってことか。39、いけもう戦略もクソもあったもんじゃねえねこれ。タブヤン1人生き残るんだ。ねどうしよっかな。歌うやっても死ぬしな。これダブルかな。あ、ダブルできないの。あ、ん、行動防刃とかできないのか。どういうこと。歌う。みたいですね。どうしよう。あ、こいつもドラゴンキラー持ってるの。マジか。やっつけてしまおう。よし、どうしよっかな。この2人は防刃で行くしかないかな。しても意味ないか。いや防刃しよう。二人でなんとか頑張って。来たー、避けろ。おー、ナイスアクア。時間稼ぎをしてくれて、その間にタブヤンがやっつける。関節武器嫌だね。お、自動回復モードがあるよ。なんかすげえ。スキルかな、違うのか。よし、攻撃しよう。よし、いける。そしてアクアが歌う。こいつがサンダーか。じゃあここの入り口を挟めばいいんじゃない。アクア生き残る。オッケー。経験値はほぼ入らないけどね。よし、そしてそしてこいつも倒せる。よーし、あいつはあの、あとはあのボスだけだね。こいつ、あ、回復してないね。チャンス。包帯杖春祭り。巫女の桜がレベルアップ。よし、行こう行こう。下ろそうか、下ろす。あとはあいつの、お、自動回復。よし、行くぜ。一撃で倒せ。あー、どうなんだこれ。アクアとかなんか支援効果とかないのかな。
あ、この癒しの声っていうので回復できたんだね。なるほど。こっちはさくらは祈り、それから小さな声援、味方が2マス以内にいるとき受けるダメージマイナス2。いいじゃん。じゃあここに移動しよう。ここに移動して攻撃。クククククク。さあ見せてみよう。お、必殺出た。よし、なんとかやっつけたぜ。これほどか。私の様子を見に来たのかな、こいつは。めっちゃレベル上がった。あ、パラメータ上がった。やったぜ。ステージクリア。アクアが歌ってる。よせ、危険だ。ああ、自分で制御できないのか。思い出した。俺はあの時放て。このような罠にかかったか。甘いな、白夜をスメラギよ。生かしてやろう、我が子としてな。父上。大丈夫？すまん。すまん、アクア。俺のせいで。いいえ。新祖竜の血。暗夜王族のか。だが俺は白夜の生まれだったのでは。あ、そうなのか。じゃあ白夜王族と暗夜王族っていうのはもともと親戚じゃないのか。数奇な運命だな。そうね。町のみんなは、町はどうなった？なんてことだ。そんな。いいか。ああ。どうしてそんなことを。俺はなんて詫びればいい。お前のせいだ。おい、
れは…うるさい！タクミ、お前なんか…母上が死んだのもあんたの企みじゃないのか？何を言う？もうやめないか、ね、タブヤンはあなたたちの兄弟よ。兄弟で争わないで。私のことは信じられなくてもいい。でもタブヤンのことは信じてあげて。タブヤンのせいで母上は死んだ。そのことに変わりない。この男は兄じゃない。すまん。みんな、俺がこの国を出ていけば。お待ちください。なんだと。ですからタブヤン様、あなたのせいではありません。すべてはアンヤ王ガロンの、いえもっと恐ろしい悪魔のなせる技。巫女様はそうおっしゃっておられました。私は生前の巫女様よりお預かりした言葉をタブヤン様にお伝えせねばなりません。ご覧ください。黄金の刀？まさか。そうです。雷神刀、風神弓。戦いの神を宿す武具だとすれば、この野刀神は資格持つ者だけが手にできる、この世に救いをもたらす唯一無二の刀なのです。救いをもたらす刀？ヤトの神。タブヤンを選んだ。まさか。兄様。野党の神を手に入れた。失礼します。お、鈴風、怪我は大丈夫か？アンヤの大軍勢が攻め込んできた。行くぞ。母上の仇を討たねばならん。憎しみの連鎖ですね。アクア、俺も龍馬兄さんと共に国境に行く。もしアンヤ王国が本当に攻めてきたのなら、今のまま戦いに向かえばあなたはまた獣の衝動に支配されるかもしれない。龍の血に任せ龍となって戦えば、いつかその心は獣になり果ててしまうわ。どうすればいい？あなたの強すぎる獣の衝動をこの龍石に封印するの。そうすれば人の心を保つことができるわ。目を閉じて私の言う通りにして。わかった。この龍石はあなたの一部。あなたが大切に持っていて。ありがとう。アクア、どうして俺に親切にしてくれる？さっきもお前は俺をかばってくれた。それあなたにはどこか近いものを感じるから、一緒にいると安心する。だから無事でいてほしいの。龍石を手に入れた。はい、今回はここまでにしたいと思います。白夜の母上死んでしまったのか。そして第6章、アンヤが攻めてきて一体どうするのか、次回お楽しみに。それではまた、さよなら。